G アップスプラウトこの番組はチャンネルイ銀河 MTV 他の提供でお送りいたします G アップスプラウトはラジオは FM サルース FM 品川 テレビはイツコムチャンネル十で同時に生放送中です皆さん、こんばんは,んばんはスプラウトメンバーでお送りする g アップスプラウト今夜はセントフォーススプラウトの鈴木さらさとセントフォースカレッジより永瀬桃子でお送りいたします ももこちゃんは私の初出演の時と同じでセントフォースカレッジの生徒さんとしてですが番組初出演緊張しますかちょっと緊張しますでも楽しみの方が大きいですはいもうすごくハキハキしていて <laughs> もうすごいさっきから堂々としているので私も楽しみですはい。では早速ももこちゃんのことを知りたいので30秒 PR いきましょう準備はいいですかはい30秒スタート 皆さんこんばんは早稲田大学3年生の永瀬桃子ですこの桃子という名前実は果物の桃にちなんでいるんです、うん、桃ってこう八百屋さんとかで大切に梱包されて傷つかないようにされてますよね、うん、そんな風に誰からも大切に扱われてあの傷つかないように大切にされる子になってほしいっていう思いが込められていますでもその親の願いた裏腹に性格は何にでも ずんずん挑戦する性格になってしまいました。大学ではお笑いをやっています。<ー>今日は夜一時間よろしくお願いします。おお、使い切った素晴らしい。ありがとうございます。ますね、ちょっとお笑いということで意外な感じがあると思うのですが。<laughs> ちょっと気になるんですけど、もっともっと桃子ちゃんのことが知りたいので。はい、今から私が十個の質問をします。テンポよく答えていきましょう。はい。それでは質問スタート。 出身地は福島県です趣味特技はスパイスカレー作りとウクレレですどっちも気になる尊敬する人は根校の恩師中野先生です中野先生、見てますか好きな芸人、コメディアンは加賀屋ですおお。得意な早口言葉は隣の客はよくかき食う客だあ、定番ですね私、鈴木更紗の第一印象は元気エンジェルあ、エンジェルって言われてしまいました 自分のことを一言で言うと、スイッチガール。かっこいい。好きな映画は。パコと魔法の絵本。素敵ですね。自分も野菜に例えると。ごぼう。え、なんでだろう。将来の夢は。アナウンサーです。お素晴らしい。ありがとうございます。ちょっといろいろ気になる点があったんですけど。まず。スパイスカレー作り。はい。スパイスどこから作るんですか。 スパイスは、あの、三つの種類でできちゃう簡単なものを作っています。ターメリック、海塩ペッパー、コリアンダー。すごい本当に簡単ですよ。スパイスの名前が一個もわかりません。でした、えー、<laughs> カーメリックは聞いたことあるんですけど。うんううコリアンダーとか。ああ<ー>。 すごいな。今ああつったけど、絶対知らないでしょ。ばれました。ちょっと知ったかぶりしました。いや、ちょっとスパイスにちょっと教養を持とうと思いました。はい。なんかウクレレって言ってました。というもう一つね。これなんかきっかけあるんですか。ウクレレは私の地元が東北のハワイって呼ばれているんです。なんでかっていうと、スパリゾートハワイアンズっていう施設が。ああ、知ってます。みんな C. M. 見たことある気がします。あと映画のフラガールね。あ、そうなんです。そうなんです。で、私はその。 そのスパリーズ・オート・ハワイアンズの前身の炭鉱について大学のゼミで研究してるんですよ。うんえー、面白いでその きっかけで何かそれっぽいことやりたいなって思ってウクレレを始めましたフラ、うんえー、ダンスではなかったんですねフラ <laughs> ダンスではなかったです、ね、体がカチカチなんだあなるほど。あ<ー>はい。ういうね、他にもちょっとお笑いサークルってのが気になるんですけどすアナウンサーを目指しているのにどうしてお笑いサークルに入ろうと思ったんですか、はい、<laughs> な,なんか小さい頃からずっと と真面目だね。って言われて育ってきて、それがコンプレックスで、うん、どうにか面白い人になりたいなって思ってやってみようと思いました。<ー>面白い。ね、<laughs> その動機がすでに面白い人の特徴ですよ。もう <laughs> ちなみにどんなお笑いをやってるんですか？えっとですね。あのセリフがあんまりない。うん、こう間とか演技とかで笑わせる。 そういうコントですねシュールだねシュールですよイブ一言で言うとそうなんです男女コンビなので恋愛系がちょっと多いかもしれないなるほどえ、じゃあパントマイムとかもできるんだパントマイムできるのかなど。るほえ、じゃあコンビ名ってちなみにあるのはい蛍光レインです蛍光レインそうなんですあの 私と相方で、うん、せーので好きな単語をどんどん出していって、うん、それでいい感じのマッチだ、したいものを。コンビ名にしようということで、決まりました。なるほど。面白い。えー、他にコンビ名候補とかあったんですか。ええー、いろいろありましたね。でも、私が出しているのがほとんどで、うん、カタカナ語のなんか連続系なんか、うん、そういうのが多かったんですけど。 うんアパホテルとか肩掛けだ。うん。アパホテルね好きな言葉アパホテルって相当すごいファンですよそれはもうでもちょっとそういう演技系が多いってことは今日朗読劇もありますのでちょっと期待大じゃないですかもう期待胸いっぱいだよ今日の今日のお話もちょっと恋愛系入ってますよね頑張りあらちょっとももこさんについていきたいと思います他にも自分を野菜に例えるので。 ごぼうって答えてたんですけど、はい、ごぼうはどうですか?。あのですね、私ずっと泥臭さが抜けないんですよ。いや,いや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 、<laughs> 本当に泥臭く,くて。<ー>そうなんです、なんか今言ってる早稲田もちょっと泥臭いバンカラな雰囲気あったり。がやいやいやいや、<laughs> そうなんですよ。で、私の高校の応援練習なるものがあって、すごく泥臭いんです。入学したら、うん、あのみんなで裸足になって、うん、あの校庭で。うん 応援の練習をするんです。ええ、面白い。ずっとオスって言い続ける。すごい。え、面白い。そうなんですよ。で、小さいと小さいってすごい怒鳴られるんですよ。おお、声が通るもんね。本当に。ありがとうございます。すごい通る。いいですね。ありがとうございます。そしてここでちょっとセントフォースカレッジに通っているということで、どんなところか紹介してください。はい。 セントフォースカレッジはセントフォース直営のアナウンススクールです。最大6名の超少人数の,人数のクラスだから最短3か月で驚くほどアナウンサーに近づきます。アナウンサーに内定した方たちはセントフォースカレッジに来て人生がガラッと変わりました。ぐだぐだ悩む私に先生方がとことん付き合ってくれて前向きになれたら内定しましたと感謝の声が届いています。私も悩んだ時は先生に相談したり 授業でみんなと爆笑したりして元気を取り戻しています<う>今週から9月コースがスタートしました現在は上級コースのみ受付をしていますので詳しくはホームページをチェックしてみてくださいアナウンサーを目指す皆さんセントフォースカレッジでぜひともに学びましょうお<ー>おすごいハキハしてすごいあの内容が入ってきた <laughs> あ やったー俺も上級コースちょっと受付してもらう <laughs> <laughs> でもねそんなね、はい、今ハキハキしてるのもやっぱね、うん、青山事務局長がいろいろ指導しておけるおかげだと思うんですけども、はい、そのなんとね永、はいえー、瀬さんに青山事務局長がメッセージが届いております。 ええ、ももさん、千おめでと。うおめでとうございます。ももさんは多彩でネタの宝庫。あまり考えすぎずに、番組を楽しんでねと。はい。すっかり頼れる進行役になったサラスちゃん。ももさんをよろしくお願いします。はい。言っておりますよ。はい。頑張りましょう。お願いします。もともとはね、スクール生でね。はい。えっと、鈴木さんもね。 番組生してましたから、はい、私も逆に気持ちがわかるんじゃないですかね。わかります、わかります。私も森山みなみさんと出演したんですけど、はい、もうドキドキの中、すごくみなみさんが引っ張ってくれたので、うん、私もそんな風に進行できるように頑張りたいなと、心意気が素晴らしいですね。はい、なんかね、今ね、あのリスナーの方から言うとすごいですよ。はい、あの原島流星さんは。

先週お菓子ですよねお菓子どうですかお菓子好きなお菓子とかございますか私はやっぱりチョコが好きなんですよ、うん、定番ですけど、うんうん、ちょっと味覚がお子ちゃまなので魅力、うん、チョコが大好きなんですけど <laughs> なるほどねはい あと秋だとちょっとモンブランとか栗系が気になってますい。先日もスプラウトメンバーの岡町愛のちゃんと栗のケーキを食べに行ったんですよそうだよねそうなんですあのあれだよね岡町さんのインスタグラムに上がってたよねはいよくご存知でもうあのケーキねはい。もうすぐどこの店かすぐどこの場所かもわかったけど本当ですかあそこ行ったんだすぐわかったけど あ、そういうね、やっぱ、仲良くいくんだなと思います。はい、友達もあって。はい、同な年です。ええ、なはさんは。私は、あの、ナッツボンっていうお菓子が好きなんですよ。ナッツボン。ご存知ですか。あの、甘露から出ているものなんですけど。あの、砕かれてローストされたピーナッツがキャラメル状の、あの、飴にコーティングされていて。噛むと、カリッとして、とっても美味しいんです。ええ、これから、私の母が。 ナオコっていう名前なのでナッツボンって呼ばれてたんですよだから私も襲名して今モッツボンって友達に呼ばれてます可愛いモッツボンねそうです。面白いな面白いモッツボンって思おうかな私もそモッツボンって呼ぼうかなと思いましたありがたいです可愛いお願いしますはいはい ということで今夜もマイプレゼンテーションは東宝学園生徒 OB さん制作台本による朗読劇 G アップナンバーズや新コーナー G アップディクショナリーと盛りだくさんな内容ですそれでは今夜もイッツコムスタジオタマプラーザから生放送でお届けします今夜のオープニングナンバー乃木坂46の君の名は希望をお聞きください お届けした曲は私鈴木さらさが選曲しました。乃木坂フォーティシックスで君の名は希望でした。今夜も始まりました。G ーアップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して。さまざまなコーナーにチャレンジしていく。バラエティーあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介。週替わりのテーマに沿って、私たちがプレゼンします。 この番組はラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で生放送、YouTube ライブでも同時に配信中です。またスマホはスマホアプリ FM プラプラでもお聞きいただけます。G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg-fm-salus.jp S m s g f m s a l u s j p または f m s a ース u s ホームページのメッセージフォームから「いつこむチャンネル10」をご覧の方は画面右下の QR コードからメッセージをお送りいただけますここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいておりますありがとうございますそれでは早速紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームピンクの携帯電話さん 毎月東方学園さんの朗読劇を楽しみにしています。今回はどんなお話なのかな。セントポーズカレッジの永瀬さんの演技にも注目ですね。サラサちゃん可愛い,いし演技が上手なのでいつも応援しています。ありがとうございます。<laughs> いいね。じゃあ続いて。はい。はい、えー、太喜さんからです。こんばんは。こんばんは。んんはサラサさんのことをずっと応援している大ファンです。ありがとうございます。<お>サラサさんから毎日の頑張る活力をいただいています。 本当にありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。はい、いいですね、続いては、はい、ラジオネームなめろうさん、サラサさん、長瀬桃子さん、スタッフの皆さん、こんばんみ。こんばんは。んん最近進行役も糸についてきたサラサさん、<お>安定感バッチリですよね。お、いいね。 カレッジ生の桃子さんを優しくエスコートしてあげてください桃子さんも肩の力を抜いて楽しみましょう、はい、さて今夜は朗読劇会なのに <laughs> カレッジ生の桃子さんがご出演ということは桃子さんは実は演技の経験があるのでしょうかぜひ教えてくださいコントですねコントですね <laughs> 大学で鍛えたね,そうですねコントのコントシーンですかね。<laughs> <laughs> はい続いてはいラジオネームケンジさんからです おばんです。おばんです。エムもなれなれなさらささん。いはい。そしてようこそ、J アップへ。ももこさん。ありがとうございます。よき先輩さらささんを見習って、たくさん実践勉強していってくださいね。い失敗を怖がらず。正々堂々と頑張ってください。パソコンの前で見守ってますよ。さらささん。これぞ先輩だの姿、遠慮なく見せてやってください、ね。いや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 ありがとうございます。はい、はい、最後が。はい。ラジオネームけんけんさん。 はい、サラサさん、ももこさん、Python さん、スタッフの皆さん、こんばんはこんばんは生放送で緊張するだろうけど、元気いっぱいで最後まで頑張ってねあ,<ー>ありがとうございますパイソン緊張しちゃうな <laughs> <laughs> 緊張せず、ね、はい、ね、頑張ります、ねねはい、たくさんのメッセージありがとうございました <laughs> <laughs> まそれでは早速、早口言葉にチャレンジする G アップツイスター 今夜も番組スタッフパイソンさんが作った早口言葉楽しみですねももこちゃんは早口言葉は得意ですか得意だと言いたいですその舞台に立っている身として、うん、お、<laughs> じゃあ今夜も頑張って成功させましょうはい。はい、では今渡された今日の早口言葉をまずはゆっくり読んでみますね、はい、九十九島の花やぎ海ひどらもどきくらげ これを回言ううそです今日はね九十九島の日ということで9月19日ということでなっておりましてそこに生息するクラゲの名前。ということでなっておりますので長崎県の佐世保市にある島でございます。ぜひねはい まず私から行きますからももこちゃん一緒にリズムに乗って頑張りましょうはいよろしくお願いしますミュージックスタートおえるかなこれ難しいですねクラゲ好きですかはいクラゲは好きですクラゲはね綺麗ですよねいやでも綺麗だけど三回は難しい確かにいやそんなことないでしょう。もう先輩としていやちょっと頑張ります先輩として頑張って はい、九十九島の花柳を泉ひろじくくらぎくじ、九十九島の花柳をみぞるくく,く,くらじ。二 <laughs> 回でしたね、くらにでも言えたんで、<ー>くらにさえ言えればオッケーです。<laughs> で OK、大丈夫です。<laughs> 頑張って頑張りましょう。せーの、九州島の花やぎ海彦ドラ戻ってきてなぎ。九州島の花やぎ海彦ドラ戻ってきてなぎ。すごい。言えなかった。いや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 。さすが、本当やってるだけあって。本当ですか。早口はすごいですね。素晴らしいですね。素晴らしいですね。頑張りました。はい。難しい。難しいですね。難しいです。はい。お客様も喜んでくれたと思います。そうですね。クラゲのために頑張りました。じゃあ今の早口言葉でウォーミングアップできたので、はいこのままマイプレゼンテーション。 今週のテーマは朗読劇 <laughs> 毎月第3週は東邦学園生徒 OB さん台本制作による朗読劇を披露します。 ももこちゃんは大学ではコントサークルに所属しているということで演技はバッチリですよね <laughs> バッチリだと言いたいです <laughs> バッチリです自信持っていきましょう <laughs> 頑張ります頑張りましょうでは早速気になる朗読劇のタイトルと作者を紹介しますねはい、はい、タイトルは恋する二人ですああなんだそれ作者は東方学園生徒小説家2年の秋葉優奈さんですももこちゃんはどんな役を演じるんですかはい 私、永瀬桃子が演じるのは山本あかりお<ー>図書委員の高校2年生 2>、うん、本が苦手じゃんけんで負けたため図書委員に任命された仕事もいやいややっている、うん、男子と対等に喧嘩するタイプ男勝りなところがあるお<ー>実は幼なじみに恋しているが、うん、幼なじみである上に軽口を叩き合う仲のため告白することをためらっている。あー はい、えー、サラサさんはどんな役ですかはい私鈴木サラサが演じる登場人物は佐藤みなみ実は本の妖精なんですん妖精っぽいもんねあ、本当ですか <laughs> さっきもエンジェルって言われたのでちょっと今日はそういう雰囲気で頑張りたいと思います <laughs> <laughs> 名前はいろいろな書籍を渡り歩きその都度気に入った名字と名前をくっつけて名乗っています <laughs> 普段は人に見えないのですが時折見えてしまうこともあるんです<ー>この学校の図書館が出来上がった時からいて悩んでる人を見かけるとおせっかいを焼きたくなります <laughs> そして実はとある本の登場人物に恋をしているんですさあももこちゃんどんなお話なんですか <laughs> はい 放課後の図書館、うん、司書が席を外した図書館には明かりしかいないお<ー>幼なじみに対する不満や履き場所のない恋心をつぶやきながら本の整理をしているといつの間にか女子,女子生徒が本を手に取っているのに気がつく思わず声をかける明かりに古ぼけたような制服の女子生徒は驚きながらも佐藤みなみと名乗るそしてさっきの独り言を聞いていたというみなみは さまざまな本から得た知識と登場人物たちの傾向から恋のアドバイスをしていく。そしておお気になりますね。気になりますね。私朗読劇は2回目でだいたい半年ぶりぐらいなので、うん、はい。今回も頑張ります。そうかまだ2回だっけ？2回目です。3回ぐらいやってるイメージ。<laughs> あ本当ですか？<laughs> うん、前回は小田安寿さんと一緒にやらせていただきました。はい。 確かにあれもね、あの一顔のスタジオでね。はい、そうです。そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、演技は。那覇さんは。まあ、コントをやってる身としては、できますと言いたいですけど。どうですかね。まあ、先輩サラサさんに。先導していただいて、お願いします。頑張りましょう。見てるかもしれない。見てるかもしれない。ははと恥ずかしいな。それでは、朗読劇、開演します。 あーめんどくさい本嫌いに図書院任せるとかどうかしてると思うんだけどというかシュあいつ幼馴染だからって私をパシリに使うとか最低じゃないほんと最低あ新しい本入ってるでも嫌いになれないんだよなというか好きなんだよなへー面白そうあーもうバカみたい私 なんで大籠の図書館で独り言言言ってんのってんこれとこれとあ、あのうんとどれにしようかなあのうんえい、いつの間にここにうん私のことあなた以外に誰が見えてるの見えてるってやった見えてるんだね私のこと み見えてるけどちょっとくっつかないで久しぶりに私のこと見てくれる人来てくれた <laughs> ななんで泣いてんのっていうか抱きつかないであーごめんごめんよしじゃあ自己紹介するね私佐藤みなみって言います山本あかりですけどあかりね覚えたああのその制服どうしたんですか敬語じゃなくていいよこれ かわいいでしょうかわいいけどちょっと古いようなえ、なに、なんていや、なんでもないというかなんで他校の生徒がここに他校の生徒じゃないしその前にまず私人間じゃないよ何言ってるの本の妖精って言ったら信じてくれる妖精。<請>そう証拠がないからなんともじゃあここの本全部内容を教えてあげる じゃあねまずあそこからちょっとストップうん全部読んだの読んだっていうか本の中に飛び込んだっていうかわかったとりあえず信じる信じるから戻ってきてはいは<ぁ>ふむふむさては恋は辛いですなえこ恋恋慌てすぎさっき独り言言言ってたじゃんき、聞いてたの だってずっといたもん全然気づかなかったほうほうズバリあかりは告白すべしえ何急にあかりのような登場人物たちはどこかのタイミングで絶対に告白するここの本を全部見てきた私が言ってるんだから信じなさいそれは本の中の話でしょ私には関係ない関係なくないよそれにみなだったらどうするのえ私 私と同じ立場だったら告白するのそう言われたのは初めてだなどうせできないでしょそ,そんなことないよ私にだって好きな人はいるけど言われたら頑張って告白へえ好きな人いるんだあ、私にだって好きな人くらいいるよあん誰が好きなのなんだよその意地悪そうな顔はあ、じゃあ だからみなみも告白してそれでおあいこ私も告白何勇気出ない人に告白しろって言っといていやち違うしじゃあ後で告白の結果を報告し合うってことであかり思ってたより男らしいところあるんだねびっくり多分ずっと誰かに背中を押してほしかったんだと思うまあ自分で言うのもあれだけどねそっか そういうことであ待って何また会えるかわかんないえ私人間じゃないからさまたこうやって会えるかわからない会えるよ絶対私たち友達じゃん友達え友達じゃないのち違うよ友達だよただそう言ってくれたのあかりが初めてだったからこんなに喋ったんだもん友達だよ決めた 私絶対告白する告白して成功させるよしその意気だうんじゃあ2学期にもう一度会おうあと少しで夏休みだしその間に告白するってことでオッケーあチャイム結婚時刻だからそろそろ帰るねうんじゃあまた2学期 2> 健闘を祈る 健闘を祈るじゃあねバイバイ南はそう言うと本の隙間に消えていったあっけに取られている私に帰ってきた司書さんが声をかけたほとんど終わらなかった本の整理は翌日に持ち越されることになったけれど私はなんだか少し楽しみになっていることに気がついた ももこちゃん演じてみていかがでしたか?。ドキドキしました。こんな青春のストーリーに自分が入り込めちゃうなって。本当に楽しかった。で、そうですよね。これ舞台高校生じゃないですか。はい。私たちも二十歳超えているんですよ。ねそうですね。ドキドキしちゃいますよ。何をしフレッシュでしたよ。本当ですか。ありがとうございます。あの、どうですか。このね、恋する二人ね。はい。秋葉由奈先生も何回か四回目か、五回目ぐらいなんですけど。 これ実は、ね、9月題材いろいろあって、まあ、その月にねあった題材でお願いしますと言ってるんですけどこれが実は夏休みの前の話じゃないですか。はい、で多分今頃にこの2人は、うん ね図書館で出会って顔を聞いてるかもしれないというこの想像させるね深さというか気になっちゃいますねすごいですよでもそれはリスナーの皆さんに結末を予想していただいてそうですね楽しみに今伊佐門さんがね聞いてしまった嬉しいケンジさんねサラさん頑張れ先輩サラさん頑張れとありがとうございますあとねえっとねえっと千秋さん千秋さんはねすごいスタートがいいって あ,あ、m o m ちゃん、やすがです。あ,ありがとうございます。いいすね、もうね、そう言って、ね、<laughs> いろんなね応援メッセージいただいておりますけど、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、私たちが演じられるのも東邦学園生徒さんの台本のおかげですね。いつも素敵な台本、本当にありがとうございます。ありがとうございます。芸術の秋、東邦学園生徒 OB さん制作台本による朗読劇はいかがでしたいかがでしたか。私たちの演技も楽しんでいただけたなら嬉しいです。うん それではここでジミ・ヘンドリックスの「ブーブーチャイルド」をお聴きください。 お届けした曲は9月の MTV マンスリーリコメンドアーティストジム・ヘンのリックスで「ウーブーチャイルドでした g アップナンバー 兼備を目指す私たちアナウンサーにとってこの先紆余曲折予定調和だなんてことはあるはずもないのですそこでこのビンゴマシーンに運命を任せ出た数字でトークしていきますではももこちゃん今夜の数字を紹介してくださいはい1 9 10 20 50そして当たりは当たりは 私たちのツーショットティチをチェキをリスナーにプレゼントチェキですそれでは早速ももこちゃんビンゴマシンを回しましょうはい。なんだろう何がるかな。あれ逆かなはい出ましたあ当たりおすごい当たりはすごいすごいですね当たりは持ってますね好きな数字を言っていいですよ好きな数字じゃ 十、あ、九で九。九番。はい。九番のじゃ、エピソードを教えてください。はいえっと、今日、九月十九日ということで、うん、今日についてお話ししたいと思います。うんうん、おお。今日は彼岸の入りということで、でね、皆さん、どうですか、規制されてますかね。うん、あの、私は、母親がすごく、あの。なんていうんですか。そう 祖先を大事にする人で、うん、昨日電話がかかってきて。あのおじいちゃん、おばあちゃんへの、そのありがとうの気持ち忘れないようにしてねっていう風に。かかってきたんです。いいね、そう、っていうことで、今日は午前中のうちにおはぎを買って。うん、お,お部屋にちょっと置いといて、お昼には自分が美味しく食べてきました。おお、い,いです。素敵なエピソードそ。そう、だから、今お腹いっぱいですね。割と。はい。はぎで <laughs> なるほどね。腹持ちいいからね。<laughs> そうなんですよ。おはぎ、お腹いっぱいになりますね。おはぎいいですな。はい、古風なね。ところもまた。 好感度上がっちゃったんじゃないですか。素敵というわけで、いいね、当たりが出ましたから。これです、あの番組公式ツイッターの方で、あの、これ、お知らせしますので。ぜひ、もう、ずっとね、今、今週、つかもう、ずっと当たりがで。あら、もう、いきなりね、運を、いい運ですね。最高でございました。じゃ、次は、サラさんですかね。はい、あいます。 戻ってますね。はい出ました。出ちゃったあしかもちょっと2個出ちゃったんですけど。はとあどっちだろう。20と9が出ました。はい。じゃ9は被ったんで20にします。はい。じゃ20番。はい。20番ということで私今20歳なんですけど。あそうだ。はい20歳になって1個絶対やりたいことがあるんです。なんでしょう。バンジージャンプです。おお。バンジージャンプやったことありますかねリィスナーの皆様。 あったことある人いるかな分からないんですけどバンジージャンプ未成年だと保護者の同意が必要なんですけど、はい、不成年になると自分の意思でできるのでもう絶対にやろうと決めていたんですよね先日日本一のバンジージャンプがテレビで紹介されていてそれを見てちょっと感化されてしまいました。しかも 今年8月に、その日本一高いバンジージャンプがなんか新しくできたみたいで、そうなんですよ。今までの日本一は100メートルだったんですって高さが、今回できたのはなんと215メートルということで、そうなんですよ。もうこれは行くしかないと思っております。 いや<ー>ぜひね飛んだところを写真に撮って、はいはい、ぜひみんなに見せていただきたいです、ね、あじゃあ「g アップスプラウト」出演する際に、うん、ちょっと機会があれば <laughs> <laughs> バンあ今週出演しますという時にバンジージャンプの写真とともにツイートさせていただきます。なるほどねねあやっぱバーージンンジジーャプって、ね、成人の、ね あの意味はありますからね。うん、はい、はい、新成人のなんか誓いとかでやったりもしますよね。うん、うですねいや、こ楽しみですね。<ー>バンジージャンプ。ありがとうございます。うん、いろんな話聞きましたね。はい、ジーアップナンバーズ、今夜もいろいろちょっと、いす、いろんな意外な一面が見れたんじゃないかなと思います。うん、リスナーの皆さんに、私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。それでは、ここで、生き物係の心の花を咲かせようをお聞きください。 お届けした曲は、私、永瀬桃子が選曲しました。生き物係で心の花を咲かせようでした。 g リーアナウンサーのスキルアップのため正しい言葉の意味と使い方を知らないといけませんそこで今夜は鈴木さんと永瀬さんに辞書からクイズを取材します、はい、クイズは3問ありますので2問答えた方が多く言葉の意味を理解しているということで負けた方には罰ゲームとしてものまねをしていただきます。準備ははよろししいいでしょうか、はい はい、ええー、辞書に記載している言葉の解説を私が三つ言います。その解説の中で連想される言葉を答えていきましょう。早押しクイズですね。分かった時点で早押しボタンを押してくださいね。はい,はい。はい、で、今夜は、ええー、こちら体のある部分についての。ものからの出題です。三つございますね。ええー、まずは第一問。はい。はい。一、脊椎動物の。 四肢の端に数本分かれた部分ヒントに古くはお呼びと呼ばれてましたお呼びヒント三。人では手足の先にそれぞれ五本ずつございます<ー>お、早かった、長瀬さん指ファイナルアンサーファイナルアンサーやった正解でございます、指です それではじゃあこのまま第2問いきます、はい、それでは第2問 2>、はい、ヒント1脊椎,脊椎動物の頭部にあって平行間隔を司る器官ヒント2食パンなどの端の方の部分にもありますおっサラサ早かった耳 正解やっおいいですね。一対一。も盛り上がってきました。最後の問題戦で,ですね。総決勝。それで結果が決まります。のはい。それではラスト問題。はい、ヒント一、呼吸を司り発音を助ける。ヒント二、その部分の文字に歌という言葉をつけると陽気な気分になります。ヒント三。 哺乳類の顔面の中央部分の突起。お早かった。長谷さん、鼻正解,正解 なるほど総戦を <laughs> ジャンプ総計戦を制したのは制し,し早稲田の永瀬さんでございますおめでとうございますというわけでですね、はいえー、スキルアップできたのは永瀬さん惜しくも負けてしまった鈴木さんには罰ゲームということでモノマネをしていただきますどんなモノマネしていただけますか、はい、そうですね浦沢ディンカちゃんがすごく話したい話を話したい時の最初の 絶対最初に喋る六文字を言いたいと思いますそれでは鈴木さらささんでうさらりんさんの最初の六文字をお願いいたしますあのねあのねあのねこの前ねこの前ねあのねあのね似てる似てますかあのねとよくねあの長谷さんもねそあのあれですよね 浦沢さんのこと、りんかさんはご、はい、よくご存知で、カレッジの方で仲良くさせてもらってます。はい、なるほど、はい、まさにそんな感じですかね。そんな感じのテンションですよね。元気、はい、にあのねっていうかとそこから入るんです。なるほど。じゃあこれでね、鈴木さん、長谷さんね、ジーアップディクショナリーで言葉のスキルアップできましたよね。はい。はい、それでは次回のジーアップディクショナリーもお楽しみに。それではここで原田友のロマンスをお聞きください。 今夜のラストナンバー、原田智代でロマンスでした。桃子ちゃん、今夜初出演でしたがどうでしたか楽しかったです。ああ、よかった。楽しすぎたあっという間でした。本当に一時間あっという間ですよね。本当に。 堂々としていましたし、うん、うもういろいろ意外な一面が知れたので。まあ、リスナーの皆さんにも伝わったんじゃないかなと思います。す <laughs> いや、そうですよね。もうね、よくね、二人がね、こうフレッシュな感じがよく伝わりましたけども。はい、今日ね、ネームプレートは何をなってるんですか。ネームプレート、私は。うん、そうですね。これは女子高生 J. K. の。 このイラストなんですけど、はい、またちょっとストラウトの浦沢凛香ちゃんの話をしてしまうのですが先日浦沢凛香ちゃんと制服をちょっとコスプレする機会がありましてそれをパイソンさんが見てくださっていたみたいで今日はこのイラストになりました。はははいかわいいですすねいいありがとうございますはい中瀬さんは私は 初心者マークです、はい、これアナウンサーのねキャスターの初心者マークということで対応しておりますけども、はい、どうですかこの「g ーアップスプラウト初出演長瀬さんね、うん、なんかこう今までとこう,初こういうお仕事初,初めてだったんですね。初めてです、うんはい、なかなかこういろいろ練習してきたと思うんですけども成果はどうでしたか <laughs>、はい、練習した成果は。えでも あんまり出せなかったかなどうなのねもっとつらささんと仲良くなりたかったいやこれからいくらでも仲良くなりましょうそうですよ総決戦をね勝しましたからちょっと私も総決戦リベンジしないといけないのでなるほどまた言葉クイズをしますでもね総決戦でねもうすごいもう決勝戦だとかねすごかったですよ同点だって盛り上がってましたよねやったやそうねあのこれニューセーさんはね G アップ総決戦を忘れ 忘れだかセースって感じだったかっこいい。花火さん忘れだの勝ち。ヨネさんはね、サスさんモノマネ決定笑いって感じ。はいモノマネ。モノマネ外れたこと私一回しかないんですよね。なるほど何回か出演させていただいてるんですけど、前回初めてモノマネをやらなくて済んだっていう。あと毎回やっております。なるほどね。足田マナさんって聞いてますよ、ヨネさんからあのねあのねですね。あのね。浦沢リンちゃんがあのねあのねこの前ねこの前ねあのねっていう。 ちょっと確かに足のものさんっぽいですね <laughs> あなるほど、うん、ということで、ねはい、いろんなモノマネも来て楽しかったですねはい,はい。ではそろそろお別れの時間ですね皆さんこの番組には公式ツイッターがあります私たちスプラウトメンバーもつぶやいていますのでぜひフォローしてくださいね来週の出演者もツイッターでお知らせしますアカウントはアットマーク G アップスプラウトアットマーク G アップスプラウト また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。YouTube で G アップスプラウトを検索してくださいね。いやーね、こんなね、うん、G アップスプラウトということで長くやっていきましょう。最近新コーナーがね、結構、はい、あのもうやってきまして、うんうん、もうあの8月の4週目からずっと新コーナーを、ね。そうですよね。ずっと僕考えてるんですけど。はい。 結構ね、みんな喜んでいただいて。はい、楽しいです。あとね、フリップもね、新しくできましたしね、はい、いろいろとね、皆さんとね、こう交流をね。せっかく、あの、ちょっと簡単にはできないですけども、こうやってね、はい、コミュニケーションを取っていければなと。C. M. 中もね、楽しんでいければなと思っております。よろしくお願いします。はい、はい。ね、まあ、どうでした、あの、鈴木さんは進行役は3回目。はい、3回目です。バッチリでしたね。うん、ありがとうございます。はい、ありがとう。最後も楽しんでいただけるように、頑張ります。はい。 今夜のお相手はセントフォーススプラウトの鈴木さらさとセントフォースカレッジより永瀬桃子でしたそれでは皆さんさようなら,うならこの番組はチャンネル銀河 m t b 他の提供でお送りしました